あれ、ミチル、あんた今日も晩ご飯はコンビニのお弁当なの？何よ、別にいいでしょ。はあ、どれどれ、ガーリックチキン弁当とツナコーンサラダにデザートの贅沢焼きプリン、いつものパターンなのよさ。きっとコンビニのバイトにガーリックチキン中毒の女、略してガリチューってあだ名つけられてるよね。わかるわかる、いっつも決まった時間に来て決まったもの買ってく、お客って覚えやすいもんね。裏で絶対今日もうガリチュー来たとか言われてるよね。やめてよ、次から買い物しにくくなるようなこと言わないでくれる？ごめんごめん、っていうかあんまり気にしないでいいと思うよ。そうそう、あんま自意識過剰だとブスになるのよ。
知らないけど、前にアマ姉がそんなこと言ってたのよさ。話すと長くなるんだけどさ、他人にどう見られるかってことばかり気にしていると、自分のセンスが少しずつずれていっても気がつきにくいのよね。と言って周りの視線をまるで気にしないってのも問題あるし、難しいところよね。普段からおっぱい半分放り出して、ともすれば全裸で寮内を歩いてるような女が一体何よ。この女正気なの？こらこら、本人を目の前にしてそういうこと言わないの。
何食ってんのよ。プリングレーでギャーギャー言わないの。代わりのものあげるから。お茶アイスぐらいしかないんだけどね。
茶アイス？ちょうどこれからユージのところへ夕飯を届けに行くところだったから、ほらこれ。そのまま食べても美味しいし、温かいハニートーストと一緒に食べても美味しいわよ。確かにちょっといいかも。かぼちゃアイス、おいしそう。もう私のプリン食べたでしょうが、これはもう私のよ。マキナ、あんたちゃんとミチルに謝ったの？今まで黙ってたけど、実は私、甘いものにはめっぽう目がないのよさ。いや、言われなくても知ってたし、私も油断してたけどさ。私の分じゃないの？私がもらっちゃっていいの？ああ、いいのよ。部屋に戻ればまだいっぱい作り置きしてあるから、食器持って帰るときにまた届けに来ればいいし。
かあいつ、かぼちゃなんか食べるの？この前、かぼちゃの糸こにとか出したら普通に食べてたよ。かぼちゃと小豆を砂糖と醤油で煮たやつ、知らない？合わないじゃん。私かぼちゃ嫌い。なんかボソボソしてて喉乾くし。このくせにかぼちゃ嫌いなの？女の子が全員かぼちゃ好きだと思わないでくれる？あれも喉乾くよね。バウムは別よ。あれはお菓子じゃない。かぼちゃはおかず、お菓子じゃないでしょ。
うかな。マキナはおやつの時間とかにいとこ煮を魚に牛乳で一杯やってるよ。甘く味がついてりゃ何でもいいんでしょ。つーか、煮物と牛乳って合うの？マキナは何でも牛乳で食べるよ。カステラと牛乳とか、かりんとうと牛乳とか。気がするし、確かに甘いものならねえ。カレーも牛乳で食べるよね。おう、そうな。カレーのスパイスに胃の粘膜をやられないように、まずは牛乳を一杯飲むのよ。あとYD も牛乳飲みながら食べるし。YD？ ああ、焼きそば丼のことよ。
きそば丼。丼に盛ったご飯の上に千切りのキャベツを乗せて、その上に熱々の焼きそばを乗せたやつ。焼きそば？炭水化物オン炭水化物？おいしいのよ。ポイントはおどんぶりに蓋をして、キャベツがしんなりするまで待ってから食べると最強なのよさ。変かな。でもお好み丼とかたこ焼き丼みたいな粉もんよりは変じゃないよね。それを牛乳で？まさかあんた、そんなものまでユージに食べさせてるの？そうね、さすがに YD とかの手抜き料理は食べさせたことはないけど、でも私が出したものにユージが文句言ったことって一度もないかな。ユージかわいそう。きっと女の子が作った手料理に文句は言えなくて我慢して食べてるんだ。
そんなことないと思うけどな。美味しいって言ってるのよ。基本的に好き嫌いはないし、苦手だっていうお肉だって出せばちゃんと食べるしね。おかしいのよさ。かぼちゃも嫌い、牛乳も嫌いって、そんな好き嫌いばっかり言ってるから髪の色が薄くなるのよ。思いして脱色してるんだから、わざとだから。チルチルはバカで金髪なのかな。それ私のせいかも。普段マキナに
ちゃんとご飯食べないとミチルみたいになっちゃうよって言うと、いやーって叫びながら残さず食べるから、つい。私を引き合いに出して子供を脅迫するな。あたしゃあれか、生ハゲ的な存在か。悪いご稲がーって笑ってんじゃないわよ。私も長いこと海外に住んでたけど、ブロンド女なんてみんなそんなもんなのよさ。私の地毛は黒なんだってば。ラッキー。
登場するなり、自分のフェチを力強く連呼。これはさすがに予想できませんでした。さすが風見さんです。それは違います。私たちは今、マグロマンごっこに身を投じていた最中だったのよさ。
ゃん、お兄ちゃん。急に黙り込んでまた太もものこと考えてたの？